今回はこちらのマグナ50を紹介していきたいと思います。ところどころカスタムされているところございまして、こちらのミラーだったりとかハンドル、ブレーキホースだったりですね、こちら変わっております。でフロントフォークもですね、比較的状態いいんですが、こちらがですね、納車整備の際に、問題等ございましたらですね、こちらもすべて分解して、綺麗な状態でお渡しするので、ご安心してお乗りいただけると思います。フロントタイヤの方もダンロップ製のものが入っておりまして、こちらもひび割れ等なく、山もかなりありますので大丈夫かなと思います。で一応こちらがですね、1990年代の、マグナ50になるんですが、外装も比較的大きな割れなども特になくてですね、状態かなりいいかなと思います。でメーターの方がですね、こちらデイトナ製の車外のメーターが入っております。でリアのタイヤの方もですね、こちら、山は結構あるんですが、サイドにひび割れ結構ございますので、こちらも、整備の際に新品に交換させていただきます。で、チェーンの方もですね、こちら、かなり汚れているので、清掃を行った上で、走りに問題がないか点検します。で万が一点検の際にですね、どうしてもこのチェーンじゃダメな場合は、新品に交換させていただきますので、ご安心してお乗りいただけると思います。でこちらウィンカーの方がですね、ちょっと劣化の方でちょっとダラーンってなってるので、こちらも、整備の際に新品にさせていただきます。その他は特に問題はなさそうです。エンジン始動の方させていただきます。聞いていただけたら分かる通りですね、エンジン等に大きな異音もなく、エンジンの始動もかなりいいので、かなり状態がいい車両になっているんじゃないかなと思います。その他もろもろ保証などでですね、お客様が安心してお乗りいただけるように、対応させていただきますので、ご検討いただけたらと思います。